全国の人たちとワイワイできる盛大なお祭りかなとは自分の中では思ってます。来てくれたお客さんをいかに楽しませれるか、いかに魅了できるかというところが僕たちチームが掲げている目標ですね。2016東海リカ優勝はヒッパレパレ。僕たち中高の同級生で6年間ずっと一緒だったんですけど、6年間一緒だっただけじゃなくて、寮生活をしていて、24時間ほぼ365日、ずっと一緒にいたんですよね。やっぱりそこの絆というか、お互いのことを分かり合えるところは他のチームにはないところなのかなと思いますね。横のメンバーからこう弾いた方がいいっていうのがやっぱとっさに出て、それを瞬時に判断できる、チームワークの良さですかね。セオリーが崩れた時にいかに同じイメージを共有して弾くことができるかっていうのがトーナメント勝ち上がる上で大切なことだと思うんで、その点は僕たちは勝ってる点かなと思いますね。スキルだけじゃないところが多々あると思うんで、そういったところでお客さんとか、あとはその司会者の方とかをこ うまく味方につけて、大会勢いに乗れたらなっていうのはすごい思います。楽しいから始めたことなので、やっぱりしっかり楽しむっていうのを大前提として、そこに勝ちがつながっていけたらなと思います。やっぱり東海リカップということで、初代優勝させていただいたいじめもありますし、視聴者の方だったり応援してくれる方たちが見ていい試合だったなっていう試合をできれば、勝っても負けても悔いはないかなと思います。 X フラッグストアとか福岡の博多の展示のど真ん中とかになんかオープンできるぐらい、なんかその福岡で盛り上げていけたらいいなみたいなのは思ってます。楽しんで勝つぞ。初代チャンプとして恥じない戦いを見せれたらいいなと思ってます。全部含めて東海だと思うので、お客さん楽しんでもらって僕たち大会楽しみたいと思います。僕たちのことを忘れてる人たちがたくさんいると思うので、またここでもう一度返り咲いて優勝していきたいと思います。